たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、たぬきち塾についてちょっとご説明をさせていただければなと思って、あの動画を回させていただいております。はい、ということでですね、皆さんご存知だとは思うんですけれども、また再度ですね、たぬきち塾に関してちょっとご説明をさせていただければなと思います。もちろん今日も六尺運動詞を締めて撮影しておりますということで、まあふんどしはね、いいんですよ、ふんどしはいいんですけれども、まあ、今回はね、着物塾に関して説明します。で、じゃあたぬきち塾ってじゃあ何かというとですね、簡潔に申し上げると、着物がもらえる日本舞踊教室になります。このねパンフレットがあるんですけど、これ作ったんですよね。着物がもらえる日本舞踊塾ということで、着物って高いんですよね、正直。で、まあ男性、特に男性ですね、特に男性着物を普及をちょっと目指してですね、いろいろ考えて、じゃあ僕今お着物屋さんに勤めているので、じゃあちょっとね、お着物を僕が最初に全部一式プレゼントしますと。はい、その代わりちょっと2年間なんですけど、2年間お稽古に通っていただきたいなと思っております。で、2年以上ですね、2年間でお稽古やめてもいいですし、2年以上通っていただいて日本舞踊をさらに勉強していただいてもいいんですけれども、とりあえずはまず2年間通ってくださいっていうシステムになっております。で、プレゼントさせていただくのはですね、まあ、こういう加藤亮さんが着ているこういう感じですね。ちょっと羽織紐とかはないんですけど、着物と長襦袢とこの羽織がセットになってる、こういう感じの、これね、生徒さんなんですけど、こういう感じで、着物が着れるようなセットになっております。で、まあ、だいたいいくらぐらいかというと、これ20万って書いてあるんですけど、だいたい25万です。ほぼほぼ25万円の着物をプレゼントします。お店で買うと本当に25万円で売ってるやつなんですけれども、はい。っていう感じになっております。で、じゃあ採算取れるのかっていうと、やっぱり2年間以上通っていただくと、やっと採算があって、そこからプラスになっていくっていう感じなので、まあまずは2年間通っていただくことが大前提になるんですけれども、まあ、着物がもらえるし、月1回、月2回ですね。月2回の1時間のマンツーマン、完全個人レッスンを受け入れて、お月謝が1万5000円です。はい。なので安いと思うんですよね。着物もらえるし、マンツーマンのレッスンが月2回で1万5000円なんで、多分お得だと思います。で、レンタルスタジオ、池袋のレンタルスタジオでやるんですけれども、多分お得な内容になってると思います。はい。で、年会費とか、まあ、日本舞踊教室に通う際にですね、大体入門料っていうのが発生しますし、あと、ですね、季節のご挨拶、ボンクレに、大体お月謝1ヶ月分っていう、季節の挨拶が発生する場合が多々あるし、ほとんど、まあ、礼儀として払うのが普通なんですけれども、たぬきち塾はそういうの一切いりません。年会費無料、入会金無料、季節のご挨拶も無料、月謝1万5000円だけというですね、もう明瞭会計、もう分かりやすい会計になっております。はい、ということでですね、まあちょっと長々と説明したんですけれども、じゃあなぜ今このタイミングでまたお知らせさせていただける、お知らせしているのかという理由をちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、ではですね、なぜこのタイミングでまたたぬきち塾のアナウンスをさせていただいているかというとですね、これには大きな理由が、2つございます。1つ目はですね、今がもし入会するならチャンスということです。これなぜかというとですね、お着物って大体今の、現在のですね、地球温暖化とかいろいろありまして、昔のちょっと季節感とはちょっと違うんですけれども、今の季節感で言うと、お着物って大体2シーズンに分かれます。もう、秋冬春ですね、と夏って感じです。はい。で、今もう暑いじゃないですか。9月、ね、もう中旬なんですけど、まだまだ暑い、30度を超えるっていうことで、もうね、夏っていうシーズンっていうのかな、
あの夏のシーズンがですねすごく長くなってきてまして、もうなんて言うんでしょうね、夏物が約半年間で、あとは一重でいいんじゃないかと思ってて、まああと合わせとかもいろいろあるんですけど、それ以外、夏以外がもう半年間なんですね。で、今僕がこのプレゼントさせていただく25万円相当の着物なんですけれども、こちらがですね、あの夏以外の着物になっておりまして、でもちろんあの完全フルオーダーメイドなんですよ、あの着物ですね、僕がプレゼントさせていただくのは。なので入塾しますと決意を固めていただいてからですね、約お仕立てに40日間かかります。はい、なので1ヶ月半ぐらいかかるので、そうすると今9月中旬じゃないですか。なのでちょうど11月ぐらいに出来上がるんですね、今から仕立てていただくと。そうすると11月に出来上がって、その前のまあ10月とか11月にレッスンをさせていただいて、10月に軽くレッスンをさせていただいて、11月にご自身の着物でレッスンさせていただく。そうすると12月にはまあまあ11月も着れますし、12月にももう大体多分着物の着流しと羽織を羽織るのであれば着れるようになってると思うんですよ、多分ね。そうすると12月お正月とか年末年始ですね、年末年始にお着物で過ごせるんですよ。これちょっと遅れてしまうと、今度はまあ1月からみたいな、1月に出来上がるみたいな感じになって、それはそれでいいんですけど、せっかくだったらお正月着たいですよねって話で、まあ今からですね、9月半ばから、まあ、10月上旬までの期間が、なんかあの、もし入塾されるのであればお得な期間なんじゃないかなって思っております。はい。それがまず一つ目。あと二つ目なんですけれども、あの、だんだん、あの着物が値上がっているですね、これはまああのどこ全部世界っていうか日本で全部ね、今何でもかんでも値上がりしてるじゃないですか。で、あの着物もねだんだん値上がっております。で、早めに作って、もしかしたら今月謝1万5000円でなんとかやっているんですけれども、もしかするとそれじゃあやっていけなくなる可能性がまた出始めてきているかなという情報じゃなくて、まあ状況なんですね。なのでまあ1万5000は変わらないと思うんですよ。月謝1万5000は変わらないと思うんですけれども、プレゼントさせていただく内容がもしかしたら変化してしまう可能性もなきにしもあらずっていうことなので、もし考えている方がいらっしゃいましたら今がチャンスです。で、今後多分安くなることはないんですよ。基本的に着物のお仕立て代とか、お仕立てとかでかですね、あの着物の反物代とかお仕立てとか、着物が今後今よりも安い価格で手に入るってことはないです。基本的にはもうどんどん上がっていくと思います。で、どんどん希少価値が高くなっていくので、もし着物始めたいなとか着物買いたいなと思ってる人はなるべく早めがいいと思います。もう年々上がってきてるので、毎年毎年少しずつ上がってきてるので早めがいいと思います。ということで、まあ今たぬき塾始める理由が2つお伝えさせていただきました。まあ急がせるわけではないんですけれども、まあそういった理由からですね、まあ準備、もし着物に興味があるという方がいたら早めに購入とか、まああと入会を検討していただければなと思っております。はい。で、たぬき塾、さっき言ってたんですけれども、説明させていただきましたけれども、もう一個ね、たぬき塾ライトっていうのがあるんですよ。これが結構、逆におすすめなんですよね、今。これはもうフルセット一式を揃えさせていただいて2年間なんですけど、ちょっと2年間難しいと。2年間わかんない、予定がわかんないって方は、着物と長襦袢だけのセットですね。これでもね、着れます。羽織とかはなしでも、着流しっていうスタイルで着物は着れるんですけれども、この着流しというスタイルであれば、お稽古1年間で大丈夫なんですよ。たぬき塾ライトっていうのがあって、お着物と長襦袢をお仕立てさせていただいてプレゼントさせていただきます。その代わり1年間はい通っていただくっていうシステムがございます。こっちの方が多分ですね、気持ち的に楽かなって。で、1年間だと、日本舞踊までね、ギリギリ入らないで、ちょうどお着物の、なんか着付けとか、畳み方、あと袴の付け方とか、いろいろ着物に関することを全部やると、ちょうどですね、1年間ぐらいに、今までの、なんて言うんでしょう、
レッスンの内容的にそういう感じの流れになると思います。なのでこの際、まあ、ちょっと日本舞踊はやるかどうかわからないけど、着物だけちょっとマスターしたいなって、着物全般のことについてマスターしたいなって思ってる方にはたぬき地塾ライトがおすすめです。はい。であとはもう好きな羽織とか、あのプレゼントさせていただく内容は、あの この反物のどれかから選んでくださいっていう、何でもいいわけじゃないんですよ。なんですけれども、あのちょっとお金に余裕があったりとかしてて、もうお着物はプレゼントしてもらうけど、羽織とか、あと好きな、なんて言うんでしょうね、あの帯とか、そういうのはちょっと好きに、あの選びたいっていう方はですね、あのたぬき地塾ライトがおすすめでございます。はい。まあ帯もついてくるんですよね。帯と長襦袢と、長襦袢かな、帯と半襦袢か、帯と半襦袢と着物みたいな、これ3点セットでもうすぐ着られるよっていうセットがたぬき地塾ライトでございますので、まあ、ちょっと考えていただいて、まあ、こっちがね意外とおすすめかなっていう気がします。で羽織は自分で好きなのを買うっていう、っていうのもあります。2種類あるので、どちらかご自身に合う方を選んでいただいて、なんて言うんでしょうね、また通っていただければなと思います。はい。で詳しくはですね、概要欄にありますとたぬき地塾のお申し込み、まあ申し込みっていうのかな、まああの DM でもいいです。インスタの DM でもいいですし、ツイッターの DM でもいいですし、公式 LINE アカウントもありますので、そちらからの連絡でもいいですし、あと多分ね、なんか電話番号とか多分チラシに載ってると思います。ね、あの、たぬき地塾っていうところから行けば、多分なんか、あると思うので、何かしら連絡方法はあると思うので、ぜひそこら辺も、ちょっと勇気を振り絞って連絡してみてください。それではちょっと長くなりましたけれども、たぬき地塾今始めたらいいんじゃないかというのをちょっとね、あの動画撮らせていただきました。ぜひ皆さんと、なんでしょう、直接、たぬき地塾でお会いできることを楽しみにしております。はい、あとね、たぬき地塾いろいろ月1回ですね、あのイベントを行っております。ちょっと歌舞伎、今月はですね、歌舞伎を見に行こうみたいな、着物着て歌舞伎を見に行こうとか、月1回何かしらイベントをやるようにしておりますので、そちらも楽しみにしておいてください。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬき地チャンネルでした。バイバーイ。